の技です。ということで今日は、なんと、湘南ベルマーレの広和くんに来てもらいました。じゃあ。こんにちは。湘南ベルマーレ背番号38番の石原広和です。イエイ！お願いします。いやちょっとさっきシャンプーしてて、出てよって言ったら、いいっすよっていう、すごい。すごい急に来ました。いや、マジでありがとうございます。ちょっとコロナでもっさりしちゃったんで。いや、ほんと。だいぶ伸びましたね。もう今。横も3ミリとかしたもんね。もうね、7月にやっと、リーグも開幕するんで、切っていきましょう。お願いします。お願いします。じゃあ、どうしよう。まずか。まあ、とりあえず横はいつもの感じです。でも、青くならないようにしたいですよ。今、日焼けやばいから。あ、多分真っ白になっちゃう。こっちはあの広和ぐらいに。はい。まあでも任せます。任されました。では。伸びすぎでしょ。やばい。ちょっと一瞬焦るぐらい伸びてる。自粛期間中何してる？ずっとゲームしてました。広和くんはもうゲーマーだからね。ゲーマーっすね。最近の流行りのゲーム。デッドバイデイライトって。殺人鬼から逃げるやつです。第五人格、第五人格のもっとリアルな、結構グロいっす。まあ、ただやりすぎて、うん、奥さんに怒られる。やっぱ厳しいよ、ゲーム。そのうちマジでリアルになる。絶対そうなの。絶対リアルになるから、ね。なんかさ、お母さん、カットさせてもらってますけど、なんかベランダでなんか心拍数をめっちゃマックス上げる方法みたいな、そんなトレーニングがステップ踏んでました、一人結構高速で周りに迷惑にならない程度チューブとかチューブ使ってお尻に刺激入れたり広和君のプレースタイルは結構闘争心闘争心冒険なんだよゲームのやつはさ、い、オンラインオンラインです野田、うん、野田龍之介、うん、今京都にいる選手とオンラインで通信しながらヘッドホンして野田さんやるんだ最近あの人めっちゃハマってんの。野田さんも懐かしい。感動させてもらってるけど。会いたいっすね。いや、マジで会いたい。野田さんもあの、この間の岡山弁の動画かなんかですげえおもろいって。あ、見てました。なかなか聞かないっすよね。岡山弁って。こっちの人と喋ってたら出ないっすよね。岡山弁。出ない。出ないっすよね。去年では福岡行ってた時とか、博多弁。ね。すごくいい。すごくいい。サッカー選手はさ、ハーフタイムで髪の毛絶対まだ崩れるじゃん。まずセットするの？いや、してないっすよ。全然崩れてないっす、意外と。あ、そうなんだ。もうみんなガッチガチだから。なんか絶対汗で崩れるんだろうなと思った。意外と、スプレーでも。うん。いけるんチカチ。俺とか結構崩れやすいじゃないですか。ジェルとワックス混ぜて、うん、でもスプレーでカッチカチに。まあ、雨の日とかはでもしないっすね、セットは。あー、まあね。プロセック崩れちゃうし。サッカー選手やっててよかったなって思うから。やっぱサッカー好きでやってるからそうだよね、うん、好きなことは仕事にできてるからすごいですそうですね、うん、そこは本当に幸せで、うん、平日とかもやっぱ帰りが早いから、うん、ああ2時ぐらいには帰ってます帰ってるよね、うん、何時スタートなの基本的には10時とかですか人によっては2時間前とかに練習場行って、うんうん、自分で体作ってへえ意識高い系高い系はよかすんは俺はもう30分前とかすごいね、2時間前から入る人いるんだマッサージとかもあるあー、なるほどねじゃあ本当コンディション整えるために出てる体幹トレーニングしたりとか、うん、もう朝から筋トレしてる人もいるしその人はマジ意識してない、ね、意識してないでも、それこそ野田さんとかが湘南行った時とかはめちゃくちゃ早く来てましたあー、見えてユニークな人だから意識高いっすよ、だからさうん、なんかギャップアップそういうのってさファンとか知らないの知らないっすよ、多分。そうか、出しちゃうね。やってますよって。やってますよ感。でも、いますよね。あ、そうなんだ。なんか、俺やってますみたいな。まあやってる、絶対やってますけど。うん、うん。最近さ、自粛期間中にすごい、こう、リフティングのなんか動画を見ちゃうよね。あ、やってますね。チャレンジした？いや、俺はリフティングしないっす。リフティングって多分そんなサッカーそこまで必要ないっすよ。トラップするのにまあリフティング大事ですけど、なんかちょん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 やるとか、テクニック系のリフティングそこまでサッカー使わないっす。まあできたらかっこいいできたらかっこいいよ。俺はできないっすよ。ちなみに、マックス何回リフティングできる？まあでもやろうと思えば全然いくらでもできますから。あ、やっぱそうなの？疲れなければ。みんな言うよね、そうやって。うん、いや、その質問がまずもうあれなんだろうね。そうっすね。小学生とかは結構競ったりするじゃないですか。うん、そうそうそう。そこでの、
競争心とか、そういうのはすごいいいと思いますけど、スクール生とかに見せる機会とかあるけど、そういうの緊張する？ちょっと失敗したらどうしようとか思わない？ちょっと思う。広和くんの得意技は何なの？得意技っすか？挑発？俺意外と試合中とか平和な方っす。あ、本当？こう見えて結構やんちゃしてそうっすけど、前なんか見たよ、福岡で叫んだやつ、うわーみたいな、あれはもう熱くなってる。熱くなったの？でも別に相手に対して挑発することかは別にないっす。ないんだ。はい、それあの時はもう本当に勝って嬉しいってなっちゃった。かわいい。ああいうのでもやっぱチームの士気とか変わりますから、あ、まあね、言葉で結構挑発する選手がいますけど。なんて言ってるみんな？サワンナとサワンナクソガキ。選手同士聞こえない。そこの駆け引きもすごいですよ。見えてないとこでもやり合い。そうなの？意外と、まあ蹴ったりはしないですけどさすがに、色入れましょう。色入れる？うん、金緑とか。よし、おい、え色はね、でもやっぱ意外と明るい似合うじゃないですか。明るいの似合う。しかもこの髪型すんだったら明るくしたい。明るい方が絶対いいんですよね。うん、するか。しちゃおしよう。しちゃおしちゃいましょう。塗りました。あいつぶりだ、ブリーチしたの。半年ぶりぐらいっすよ。ベルマーレも一時期みんな明るかった。みんな明るかった。みんな明るかったもんね。今みんな落ち着いてんだよ。うん、パオルさんがいた頃。ああそうっすね、うん、2年前が一番もう絶頂期っす、うん、半分ぐらいいました。もう量産してて、カオルさん、マキノさんもその時明るかったし、してた。野田さんも明るかった時もあるしね、うん、結構いましたね。その時ほら、今徳島に行ったせいやさん、せいやさんも明るかったし、せいやさん、うん、明るかった。せいやさん超いい人だな。いやマジでいい人っすよ、うん、人Jリーガーでいないの？ YouTuber いますよ。いるの？はい、結構最近多いっす。広和くんもやった方がいい。いや俺は向いてないっすよそういうの。ゲーム実況、ゲーム実況、ゲーム実況やりたいっすよ。やりたいけどな、だからそこまでやる時間ないから、ね、まあないで、あのゲーム実況者の人とかもう一日中やってるやつ、まあそうだね、仕事がそれだから、うん。ウィーレとかしない？ FIFA 派っすね。ほんと？何？ FIFA 俺やったことないんだけど、FIFA 派の意見は何だ？ FIFA の方がリアルか。リア実に近いのは。FIFA、なるほどね。でウィーレは点取りやすいところとかあるし。なるほどね。どちらかというと戦術的とかよりは楽しめる。うん、あー、まあ。めちゃくちゃリアルですけど。抜けてきたよ。もう。いいっすね。ブリーチしたことない人とかでもやっぱ結構いるんですかね。全然違う。多いですか、むしろそっちの方が。むしろそっちの方が多いね。やっぱ社会人、会社とかやったら無理か。無理だね。やるとしたら学生時代に。そうだね。神奈川は多いんだよね。体育祭で。ああ、高校生。そう、やっちゃうじゃん。すごい。すごいですよね。あれすごいよね。俺最初に来た時マジでビビった。岡山とかで染めてる人いたら、もう絶対ヤンキーなの。神奈川さ、フォー染めてるじゃん、ね、みんな。最初目合わせるの。そもそもが染めてますよね。そうそうそう、そもそもが染めてるから都会怖えと思って。それこそやっぱ最初無観客だったらさ、絶対人見るじゃん。そうっすね、映像で。映像で絶対見ます、ね、うん、絶対見るじゃん、うん、絶対決めてった方がいい。確かに途中苦労したら誰かどれか分かんないって言われた。見に行ったりとかしても、うん、見分けがつかない、全然分かんない。本当にびっくりじゃん、なんか見に行った時。頑張ってスパイクの色で、そう、スパイクの色で判断できた。なんかさ、後半に変える人もいるじゃん。そうっすね、そうっすね。あれで一瞬また分かんない、プロ変えるんだと思って。変えますね。なんでやっぱ濡れちゃうんすよね。結構芝生に水撒いてるから、すごいとこはめちゃくちゃになるぐらい撒いてる。なんで撒くの？ボールの滑りが良くなる。あえて良くするんだ。そうです、もうパスをつなげたいから。水撒かないとバウンドしちゃう。なんか雨上がりエグいぐらいなんか走るからさ。そう、そんぐらいにしちゃいますよ。それがもうプロなのね。チームスタイルにもよりますけど、結構ロングボール蹴って背後に抜け出すっていうチームはそこまで水撒かないです。ボールが止まってほしい。チームによる？スタジアムによって違う。スタジアムとかその日の対戦相手によってとか、だから戦術次第ですね。ホーム戦ってすごい有利なんですよ。そうなんですよ。ホームだからみんなが応援してくれて、熱気で
強くなってる。それももちろんありますよ、ね、全然雰囲気とかあるけど、芝の長さとかもそうですけど、チームとその芝関連して話し合ったりして、対戦相手がボール回す、めちゃくちゃ回すチームだったら芝長くして水あんままかないとか、芝市って、いや芝の人たちがすごいです。そうだよね、ホームの時は大体情報あるんで、ね、芝で行くぜ、だからスパイクとかも変えたり、アウェイとかだとそのたまに伝える芝のなんか情報はどうするの。一応でも水まくまかないは結構直前で変えられたりする。あ、そう、はい、そこの駆け引きとか結構面白いです。こいつは巻いてきやがって。染みてないですか。大丈夫です。まあ染みんの好きですけどね。もうやってるわって感じ。より一応まだ来てるねみたいな。だいぶ行っちゃってるんで、もう中毒ですから、ね、中毒だ。ブリーチ中毒でしょ。人と被んないのが結構そういうタイプなんですよ、うん、服とかも髪もそうですけど。もう決まったね、開幕戦ね。そうっすね、お楽しみに。ちょっとこれで動きますんで。シミは大丈夫です、全然通りのペースと。シルバー寄りみたいな感じにしちゃっていいんだったら別にいいんだけど、普通にかっこいい感じになる。赤絶対やばいか。赤いいんじゃん。赤目の赤目にする。赤目のアッシュ。けんブリーチしちゃってるからね、色入れたくなっちゃう。もう入れたくなっちゃった。なっちゃう。わー、落ち着けと自分に言い聞かせしてたんだけど、一旦グレー入れといて出しますよ。おしゃれな感じに。俺の髪の毛ポイントでも、うん、結構真似したいって言ってくる人多いんですよ。かっこいいって言ってくる人多い。嬉しい。そう、ひろかずくんは鉢張ってるじゃん。うまいこと隠すためのひろかずラインだったの。バランスがとても良くなってね、頭の形が悪くて分かんないですよね。でもね、こうやってやったら分かんない。ちょっと塗ります。はい、すげえいいよ。それちびっこから言われる。意外と大人の人も、黒髪から今金髪になってるから全然気も変わるでしょ。変わりますよ、やっぱ明るくなりますね、気持ちも。初めてやった時はどういう風に見られてるのかな。あー、なるほどね。あったけど、ちびっこになんかこう教えたりするの。最近は言ってないですけど、でも、うん、そういう機会があればやったりはして、やるんだ。ひろかずくんが教える時はやっぱり根性教えるの。そうですね、気持ちのところから楽しむことがやっぱ子供たちは。なるほどね、大事じゃないですか。ひろかずくんがこうちっちゃい頃にさ、やってた記憶ってある。ちっちゃい頃やってた記憶ありますよ。ちっちゃい頃のうちにボール触ってたら多分よく言うよね。うん、そうだと思います。3歳ぐらいがサッカー始めた。ひろかずくんのお母さんがなんかちっちゃい頃からなんかすごいこうなんかやってたらしい。あ、伸ばしてるみたいな。あ、そう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 、伸ばしてる、引っ張って伸ばしてるみたいな。そうなの、その伸ばしてるっていうの、ね、伸ばしてる瞬間動かしてる。うん、めっちゃいいよ、ね、綺麗、とても綺麗よ。完成しました。完成です。乾かしてます。はい、うん、いい色。ウェイ、どうすか。あ、いいっす。ちょっと調節するね、カットで。はい、これさ、湘南ベルマーレの選手に切らせてもらってるけど、はい、誰一人としてサインもらってなかったって思って。確かに。書いたことないっすわ。ひろかずくんもあるもんね、サイン。ありますよ。いつからできたんですか、サイン。1年目の時かな。途中で変えて。あ、変えたの。これもう、小学生ぐらいだから。横浜結構かっこいいっすか。うん、かっこいい。かっこいい。かっこいい。見たいっす。多分、みんな見たいと思う。サイン、サイン。M… それじゃあこれ視聴者プレゼント。絶対やれよ。はい、え、なに、どういうことか。シンプルですよ、めちゃくちゃシンプルですよ。はい、うん、で、これがロです。ひらがなの、うん、ロ。これは何それ。崩した愛、石原の愛。なるほどね。そう、めちゃくちゃシンプルでいいです。なるほどね。で、背番号の38番。はあ。ちなみに前のは。前のはね、結構長いんですよね。忘れちゃったけど、こんな感じでーす。ね、もう、こんな感じかな。おい。どうすか。いい感じです、とても。自社製の。おう！ジェット。街とかでさ、うん、ファンに会うの。会いますよ、全然。お、ひろかずくんって。言います、言います。あ、そうなんだ。言ってくれる人は。うん。嬉しいっすよね、やっぱり。まあでもそうだよね。やっぱ声かけるのは、全然。ありっすね。あり、ひろかずくんはあり。僕は全然いつでも。いつでも。OK です。うん。かけてください。その辺でうろちょろしてる。やってきました。はい。おう！はい。ということで、完成しました。はい。完成です。まあもう、
ね、いつも切らせてもらってるんで。いつも通りです。いつも通り、はい、させていただきました。はい。まあちょっとね、開幕戦、まあそれ前に一回ね、もう今すごい計画立ってるんでね。開幕に向けての計画。そうですね。一目で分かるようにしとかないといけない。まあまあ、そうそう。ブリーチカットでした。はい。今日はありがとうございました。ありがとうございました。本当。なんでよろしくお願いします。お願いします。Please, チャンネル登録 and 高評価。Thank you for watching. マサでした。